マヌエラ様好きです。ああ、今ドロテアちゃんがこっち見たわ。絶対私を見たって。それにしてもすごい歓声でしたね。マヌエラ先輩が辞めたのってもう何年も前のことなのに、あんなに多くの人が熱烈な愛を叫んで。それを言うならドロテアでしょ。老若男女問わず大人気だったじゃない。あなたが歌姫で亡くなったのだってもう2年も前なのよ。時が経つのは早いものだわ。私にとっては残酷でもあるけれど。マヌエラ先輩ったら、私知ってるんですから。先輩の美貌も美しい歌声も全然衰え知らずだって。そう言ってくれるのは嬉しいわ。嬉しいけれど技術でごまかしているだけなのよね。もう舞台にだって立てないし、私にできるのはこうして兵士を威武するミッテル・フランク歌劇団の後輩たちを護衛することくらいよ。確かに一番人気は今の歌姫のアドリエンヌちゃんでしたものね。あら、どうしたの？私たちの話に入ってきてもいいのよ。いえ、そう言われてもね。私には縁遠い世界だし、歌劇団の護衛なんていくらでもやりたがる人がいたでしょう。なんで私が選ばれちゃったのか。変に興味がある人が来て問題を起こしても困るでしょ。ええ、昔からあったのよ。自分の立場を利用して歌姫に近づこうとしたりとか、中には相手が自分に惚れていると思い込んで迫ったりするような人もいて、必然的に護身の技が上達したわ。私も歌劇団のみんな直伝の探検術が戦場ではあんまり役には立たないけれどね。なんというか壮絶な世界なのね。そうね。華々しい舞台の裏側にはドロドロとした欲が渦巻いている。一方でそんな闇を跳ね返す勢いで皆が一つのものを一生懸命に作り上げる。いいところもあれば悪いところもある。それはきっとどこでも同じだわ。ええ、本当に懐かしいわね。あら、お話し中失礼します。そろそろ移動を再開するそうです。次の町へはあと…何の騒ぎでしょう。どうやら護衛の出番ね。歌劇団の人たちには手は出させないわ。ええ、絶対に後輩を傷つけさせはしない。行きましょう。歌劇団の皆を守るわ。みんな気合を入れていくわよ。せや、えっと、任せてちょうだい。私が援護すればよさそうね。人さらいかしら、追いかけかしら、何にせよ防がなきゃ。か
のものを持っていそうな連中だ。お前ら金置いてけ。開けるか。まずいね。さっさと撃退しないと。ありがとうございます。これで先に進めますわ。感じるわ。仲間の借りを返させてもらうわ。邪魔よ。ティアさんじゃないか。歌姫も俺好きなんだよな。私を知ってるみたいね。説得できないかしら。ちょうだい。進軍開始ね。任せてちょ、わた、だけど俺の敵は仲間が。俺様の子分
おとなしく捕まるんだな。その力道ね。ここまで来ればもう大丈夫。過激団の皆は先に行ってちょうだい。はあ、獲物が逃げちゃうじゃないのよ。邪魔よ、あんたたち。やっと。まだ襲ってくるのね。仕方ない。残らず撃つわ。それにしても数が多いわ。一体いつまで。もう心配はいらないぞ、マヌエラ君。我が輩が助けに来たからな。私たちを迎えに。やだ、少しときめいちゃったわ。おいおい、本当にマヌエラとドロテアがいるぞ。こりゃ夢か。ドロテアちゃん、なんて美しいんだ。任せてちょうだい。憧れだったあのマヌエラがすぐ見せてあげるわ。さらに思い出しますね。先輩の剣舞かっこよかったな。ドロテアの戦いっぷりも舞台を彷彿とさせる華やかさよ。戦いが終わった時に立ってなきゃこの戦果も意味をなさないわ。みんなで期待を受けてそれに存分に応えて本当にすごいわ。くらえ！
せてちょうだい。進軍開始ね。私、毒に身をやつす人の中にドロテオのような才能が眠っているのかもしれない。そう考えると私は幸運でしたね。一歩間違えば孤児から盗賊になっていた。私たちの人気を計らずも再確認してしまったわね。盗賊にまで顔を知られてるなんて、嬉しいような複雑な気持ちですね。私歌劇団のみんなはちゃんと町にたどり着けたかしら。次から次へと盗賊が湧いてきて本当に大変でしたね、マヌエラ先輩。ええ、でも私たち二人の美貌に勝てる者はいないということよ、ドロテア。実際あなたたちの魅力にやられた盗賊が協力してくれたしね。二人とも大したものよ。私にはできない芸当だわ。でもこんな町の近くにまであれほどの数の盗賊が現れるなんて、やっぱり戦争の影響が大きいのかしら。ある意味ではそのようであるな。ある意味では、うん、帝国内の主要な町は敵の潜入などを警戒して締め付けが厳しくなっている。その上ここのような前線に近い地域では単純に兵士の数も増えておるからな。行き場を失った盗賊が群れているのだ。そういうこと。傭兵にでもなった方がお金には困らなそうな気がするけど。そう簡単にはいかないのだろう。先ほどの盗賊たちも一つの大きな組織というわけではない。一人では生きていけない者たちがどうにか徒党を組んでいるという状況なのだよ。それであんな連携も何もなくただただ襲ってきたのね。我が輩は偶然そういった賊の動きを街で聞きつけてな。
これは過激団が襲われるかもしれないと慌ててここに来たのだ。やるじゃないハンネマン、あなたにしてはとても気の利いた行動だったわ。我が輩にしては、君はいつも一言多い。悪気がないのは分かっているのだが。あら、ごめんなさい。あなた相手だとついつい思ったことを言ってしまうのよね。互いに言いたいことを言える関係なんていいじゃない。おお、君はそう思うのか。我が輩もそう思えたら幾分か気が休まるのだがね。あら、私だってそう思いたいわ。でも誰かさんが邪魔をするのよね。二人ともやめてください。もう会うたびにこうなんだから。そんなに言い合いしたいなら二人だけでやったらいいんじゃないですかねえ。私たちはさっさと行っちゃおう。そうする。それじゃああとは二人でお好きにね。待ちたまえ。我が輩が悪かったから置いていくのはやめてくれないかね。私も謝るから一緒に戻りましょうね。